何、ハイボクサーじゃけんじゃね、ハイボクサーじゃけーですね。おい、広島焼きはやめておけ。広島のお好み焼き問題につながる。広島焼きは戦争が起こる。広島焼きは NG ワードです。まあでもキャベツ入ってるから実質カロリーゼロといえばゼロなんですけども、ちなみに生まれがね、広島だということはもう言ってるんですけども、まあ、小さい頃ね、広島に長いこと住んでたっていうので、まあ、そこからね、引っ越しをね、転々として今にいるんですけども、住んでた歴としては広島の方が長いので、広島の思い出の方が多いんですけども、まあ、そんな中で多分島根に行ったのは1回ぐらいだと思う。何で行ったんだろう、本当に覚えてないかも。なんだ、出雲大社行った時かな。広島弁はね、なかなか出ないんですよ。そう。意識しようと思って、あれ、だから、広島弁は、普通に敬語じゃなくなる。広島弁敬語ないですからね。鳥取県民です。ごめん、鳥取県民、鳥取行ったことないんだ。でも砂丘は行ってみたい。鳥取砂丘ではラクダに乗れるらしいので、なんか行こうかな、ホロメと。鳥取行って砂丘行ってラクダ乗ろうぜ、つって。ありだな。広島弁ボイス聞きたい。広島弁ボイス聞きたい言うても、言うてもって広島弁じゃないか。広島弁聞きたい。聞きたいとパッと広島弁が出てこん。出てこんも遅かな。わからん。出てこん。出てこん。ポポン。大義しか出てこんやっけ。大義くはないかな。ほいじゃけも言うときもあるかもしれん。知らないんですけども、なんかそんなに出てこないかな。敗北者じゃけは別に言わない。じゃのーとかっていうのはもう多分おじいちゃんとかだと思うんですよね。とか、なんか お父さんとかあたり、おじさんなのかな。じゃのーみたいな。まあ、ほいじゃーもそうだし。じゃけんは言わん。ジャケーかな？広島は多分ジャケーだった気がするな。ま、ホイジャケンとか言うかもしんないですね。どっちかっつうとジャケーかもしんない。ま、赤犬ですね。広島弁聞きたければ、赤犬で、どうぞ。赤犬聞いてくれれば大丈夫だと思いますね。赤犬ほぼ広島弁なんで。何、ね、ハイボクサーじゃけんじゃね、ハイボクサーじゃけーですね。広島に帰りたくなってきた。いつでも帰ってきんさーいっていう。ほいじゃあいつでも帰ってきんさいね。言う。方言聞くと地元が恋しくなる。あーでもあるあるかもしんないですね。おい、広島焼きはやめておけ。それはやめておけ。焼くな。広島のお好み焼き問題につながる。やめておけ。それは禁句だ。それは禁句だ。広島焼きは戦争が起こる。それ以上はいけない。禁句だと思ってくれ。呼んではいけない例のあの人の名前みたいな感じになる。味まんはいいもん。味まん味まん。あったか味まん。おいしいね。ほっかほっか、あじまん、おいしいね。あじまん、あじまん。あじまん。あじまん公式ソングあるんで。ちなみに、お好み焼きは、白雲ひろくみは、広島のお好み焼きっていう派ですけども、でも、お好み焼きはお好み焼きなので、ま、あえて、他のお好み焼きを知ってる皆さんに対しては、広島のお好み焼きって言います。でも、白髪にとってお好み焼きはお好み、もう一つしかないので。白髪にとってもただのお好み焼き。この世には、お好み焼きというものがね、2種類かな。まあ、他のところにももしかすると色々あるかもしれないですけども、そう。っていう感じでございますね。広島焼き、広島焼きは NG ワードです。白髪のチャンネル、広島焼き NG ワードです。ほな NG ガードか、ほな NG やな。広島風も、まあ、配慮する
100歩譲って OK って感じですかね。本当に100歩譲って広島風お好み焼きは OK。 もうマジで本当広島風お好み焼きは本当に譲歩してそれで OK って感じはしますね。うん、だが漬物てめえはダメだ感覚で、だが広島焼きてめえはダメだって感じですね。100歩譲って広島が許す。どのお好み焼き屋が好き？いろいろありますけども、いろいろあるけどもな、ちょくみの地元にあったちっちゃいおばちゃんがやってたさ、ちっちゃいおばちゃんではないの、一家がやってたちっちゃいお好み焼き屋さんのお店があるんですけども、多分もうなくなっちゃってたかな。うん、そこがやっぱ美味しかったですね。あとはあれワタメイトさん、因島行った時に実はお好み焼きを食べまして、そこはですね、もう本当にご家族がやっている本当に小さいお好み焼き屋さんだったんですけども、なんかああいうとこで食べるお好み焼き最高でしたね。うん、そういうなんか地元に愛されてる系の、そう、お好み焼き屋さん。うん、でもやっぱ広島行ってお好み焼き食べるならやっぱりみっちゃんなのかなって、まあとりあえずみっちゃん行っときって感じですね。ちなみに関東圏の方にもみっちゃんはありますので、お好み焼きのみっちゃん、確かね、スカイツリーの中にみっちゃんあるんですよ、実は店舗が。なので広島のお好み焼きを食べたいなって思ったら、白神はまあみっちゃん推しなので、スカイツリーにあるみっちゃんぜひ行ってみてください。バーが美味しいんで、肉玉そばはぜひ食べてほしいですね。おすすめはもっチーズトッピングですけども、カロリー爆弾なので。まあでもキャベツ入ってるから実質カロリーゼロといえばゼロなんですけども、もっチーズかな。うん、コラボする、みっちゃんとコラボさせてください。お待ちしております。お好み焼きとどうコラボせーって感じですけどもね。うん、広島 VS 大阪、お好み焼き、なんかどっちもどっちでさ、いいところがあるからさ、なんか別のものだと思っている。お好み焼きと言われてますが、別のものだと思っている。うん。それはそれでうまいだからな。関西で食べるお好み焼きと広島のお好み焼きはマジで別物だと思ってるのに。おしらが今どっちも好きですよ。関西も好きだし、広島も好き。ということで、本日のカードショーは以上！雑談しながら向いてみたけど、やっぱり100万は出なかった。また次回の白神さんに。ご期待くださーい。